フランシスコ・デ・ゴヤ、フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イル・シエンテス、1746年3月30日から1828年4月16日は、スペインの画家、ディエゴ・ベラスケスと共に、スペイン最大の画家と歌われる、ベラスケス同様、宮廷画家として、重きをなした。ゴヤは1746年、 スペイン北東部サラゴサ近郊の当初はフーンティゲタドウス・フエンテデトードスと呼ばれていた。LA、フエンテデトドス、すべてのものの泉という意味に生まれた。父親は都近ン氏であり、芸術を愛好する気風の中で育った。14歳の時から約4年間、サラゴサで地元の和歌に指示して絵画の修行をする。この間、後に、ゴヤの儀形となる、兄弟子、バイユー、 その弟に出会う。1763年と1766年の2回、サンフェルナンド王立アカデミーに出品したが、落選している。1770年、大画家を目指して、イタリアのローマに出た。イタリア滞在中に、ルネサンスの傑作に出会い、フレスコ画の技法を学んだ。パレルモアカデミーから、奨励賞を受けた。1771年、25歳帰国した。 1772年、サラゴザのピラール聖母教会から大聖堂の天井装飾の注文も受け、その他も任された。27歳の時、バエウの妹と結婚。1774年、バエウの手引きでマドリードへ出て、1775年から10、数年間、王立タペストリー工場でタペストリーの下絵描きの仕事に携わる。 1786年、40歳で、国王カルロス三世付き画家となり、1789年には、新王カルロス四世の宮廷画家となる。このように、40歳代に差し掛かって、ようやく、スペイン最高の画家としての地位を得た小屋は、1792年、富士の病に侵され、聴力を失う。京小屋の代表作として知られる、着衣のマハ。 裸のマハ、マドリード、1808年5月3日、などはいずれも、小屋が張力を失って、以後のご半生に描かれたものである。1807年、ナポレオン率いるフランス軍がスペインへ侵攻し、翌1808年には、ナポレオンの兄、ジョゼフを、補正一世として、スペイン王位につけた。事実上、ナポレオン軍の支配下に置かれたスペインは、 1808年から1814年にかけてスペイン独立戦争の最中にあった。こうした動乱の時期に描かれたのがマドリード1808年5月3日巨人などの作品群である。1810年にはハンガ州戦争の参加に着手している。1815年すでに69歳に達していた小屋は40歳以上も 年下のレオカディア・バイス、リア・キャディア・バイスというドイツ系の家政婦と同棲していた妻ホセイファはその3年ほど前に死去。1819年に親はマドリード郊外に老舎の家と通称される別荘を購入した。1820年から1823年にかけてこの老舎の家のサロンや食堂を飾るために描かれた14枚の壁画群が今日 黒い絵と通称されるものである。当時のスペインの自由主義者団圧を避けて1824年78歳の時にフランスに亡命し、ボルドーに今日構えた。1826年マドリードに一時帰国し、宮廷画家の辞職を認められる。ゴヤは1828年、亡命先のボルドーにおいて82年の波乱に満ちた生涯を閉じた。 現在は、マドリードのプリンシペピオ駅にほど近い、通称、ゴヤのパンテオン、ポンテオンでゴヤに眠っている。この聖堂の天井に描かれたフレスコが、聖アントニオの奇跡もゴヤの作品である。なお、ゴヤの意外の頭蓋骨は失われている。亡命先の墓地に埋葬されている期間に洞窟にあったためだが、その犯人も目的も、その後の頭蓋骨の所在についても一切が不明の。 ままである。カルロス四世とその家族を描いた集団肖像画は一見普通の宮廷肖像画に見えるが、実際に見ると、いかにも暗愚そうなカルロス四世の風貌や絵の中心に据えられた狡猾で、定位置の悪そうな婦人表情などには、ゴヤの精一杯の風刺が感じられる。さらに、ゴヤは背後に自身の姿まで描き込んでいる。 日本にある小屋の油彩画としては、東京富士美術館のブルボンイコールブラガン酒の王子、ドンセバスティアン・マリー・ガブリエル、三重県立美術館のアルベルト・ホラステールの肖像を挙げられる。小屋の版画となるともう少し多くなり、国立西洋美術館、町田市立国際版画美術館、神奈川県立近代美術館、姫路市立美術館、長崎県美術館などが所蔵し、 企画展などの際に展示される。また、大塚国際美術館では、ゴヤの老舎の家を当時そのままの配置で再現している。2009年1月、プラド美術館は従来ゴヤの代表作とされていた、巨人はゴヤの作ではないと結論する報告書を公表した。この作品は1931年に同美術館に寄贈されたもので、 当時は小屋についての研究が進展していなかったため、疑いなく小屋の神筆とされていた。しかし、小屋の作にしては、逃げ惑う群衆や、動物の筆致が荒い点などが指摘され、プラド美術館が、様式、伝来等を、総合的に検討した結果、小屋本人ではなくその追随者の作であると、結論付けられた。決め手の一つは、画面左下に、 AJ というサインが発見されたことで、同じイニシャルを持つゴヤの弟子、アセンシオフリアが作者と見られている。もっとも、フリアは自身の作品にイニシャルではなく、ジュリアと記入しているため、これはフリアの作品ではないという反論もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。